帝国になりましたのでただいまより総合資源エネルギー調査会、気泡政策分科会、再生可能エネルギー、主力電源化制度改革小委員会の第3回会合を開催いたします。本日はご多忙のところご出席いただきまして誠にありがとうございます。また本日もオブザーバーとして関係業界団体、関係機関の皆様にご参加いただいております。オブザーバーバののご紹介につきましては時間の関係上 お手元の委員とお名簿のの配布を持っててさせていただきます、はい、あのお手元のマイクでもし、あのえー、左側のほのオレンジのボタンが、が色がついている方が、もしいらっしゃいましたら、確認いただけると幸いでございます、大丈夫でしょうか。それでは、えー、山地委員長に以後の議事進行をお願いいたします。 はい、あのそれでは第3回になります、会合を始めたいと思います。あの前回はです、ね、電源の特性に応じた制度構築ということで、2つ分けたんですけど、競争電源に関する制度の在り方についてご議論いただきました、で今日はです、ね、もう1つの再エネ活用モデルである地域活用電源について、その制度設計の在り方、ご議論いただければと思います。ままず事務局から資料の確認をお願いいいたしますはいえー 本日はの委員会は YouTube でライブ中継をしております。YouTube でご覧の皆様方におかれましては、経済産業省のホームページにアップロードしておりますファイルをご覧ください。本日の配布資料でございますが、お手元でございますとおり、配布資料一覧、議事次第、委員等名簿、座席表に続きまして、資料1といたしまして、地域活用電源に係る制度の在り方。 資料2といたしまして、本日ご欠席の岩船委員からのご意見をご用意しております、えっと、資料はよろしいでしょうかね、えっと、プレスの撮影、ここまでということは特にございませんね、ではああ早速、議事に入っていきたいと思います。まず、事務局から資料1の説明をお願いいいたしますはい、お手元の資料1に基づきまして、地域活用電源にかかる制度の在り方ということで、事務局から冒頭ご説明をさせていただきます。 2ページ目から、えー、以降のところは、えー、これまでの資料でございまして、えー、本日の議論 の論点でございますが全体論点1の中の地域活用電源にかかる制度の在り方ということで地域で活用される電源について自家消費等を優先的に評価する仕組みを前提としつつ当面は現行のフィット制度の基本的枠組みを維持するという形で大量委員会の方で整理をされておりますがこれを具体的にどのように評価をし支援の対象をしていくかということについて本日は議論を深掘りしていただければと思っております。 3ページ目以降のところは参考で3ページ目が大量委員会の地域活用電源のところの抜粋でございますで4ページ目が第1回の会に提示させてきました地域活用電源についてのこう論点の部分それから5ページ目に ございますが、同じく第1回の主力会委員会の際の方向性と論点ということでございますが地域活用電源の制度設計にあたりましては発電所へのインプットとアウトプットという面に着目した上えで地域の便益を評価してはどうかということでアウトプットにつきましてはこの紙の下の,方の半分でございますがレジリエンス、自家消費、地域消費といったような価値を提示させていただきまして今後、具体化していくということで第1回の議論をさせていただいたところでございます。 続きまして、6ページ目以降で、この本件についての具体的な考え方ということで、アウトプット、インプットの、まずアウトプットの方でございます。7ページ目のところでございますが、アウトプットにつきましては、今申し上げましたとおり、第1回の会でレジリエンス、自家消費、地域消費といったことについて、こうが価値を提示させていただきましたが、改めてその価値を確認させていただく際には、まず自家消費、地域消費については、自家消費のこう逆潮流の低減、 それから地域消費における上位系統への潮流の,への,潮流の低減といった観点から、まあ、系統負荷の軽減という効果があるということ。 それから災害時のレジリエンスの強化といった点にも資するといったような価値があるというふうに考えております特にこのレジリエンスという部分につきましては昨年の北海道の地震それから今年の台風15号、19号等においてもより一層その強化が重要になっているというふうに認識しておりますこういった状況の中で先ほど申し上げましたレジリエンス、自家消費、地域消費といったものについてそれぞれバラバラというよりもむしろ自家消費や地域消費といった類型について レジリエンスに資するものを地域活用の要件の対象としてはどうかというふうに考えてございます。具体的に申し上げますと4つ目のこのビュレットでございますが、自家消費と地域消費というふうに2つに分けまして、自家消費型というのは、需要値において需給一体的な構造として、系統負荷の小さい形の事業運営がなされるという平時の部分、それから災害時に自律的に活用されるということで、全体としてレジリエンス強化に資するもの。 それから今度地域消費型というものは、えー、災害時に地域住民に利用されることを前提に平時からにおいても地域の需要化に対して熱電、平器なんかも活用しながらエネルギーの融通されるということでいずれにつきましてもこう全体としてレジルエンス強化に資するものというようなことで具体的な要件をつけていってはどうかというのが基本的な考え方とさせていただいております。またたそのの検討に当たっての留意点ととととといいううことでこでで消消費費型型地域 した場合に構造的により自家消費の方が需要値に近接しているまたレジリエンスという意味でもこうより効果が高いものではあるのではないかという点それから地域消費型というものについては、えー、こう一定の自治体さんの関与連携という枠組みがないとなかなか災害時の有効活用は難しいといったような特徴があるんじゃないかということを踏まえながらこう検討していくというふうにさせていただいております。 でめくっていただきまして8ページ目のところで、えー、台風時における再エネ電源の活用ということで。えーと 2つ目のポツのところでございますが、あの昨年の、えー、こう地震の際にも、えー、機能したところでございますが、今般の台風15号の停電の際にも、えー、自立運転機能の利用によってこう、停電時においても電力利用が継続できた過程というのが約8割ということになってございます、それから3つ目のポツでございますが、住宅用に限らず、事業用太陽光の事業者の中でもです、ねえー、自立運転機能を有している、えー、方がいらっしゃって、えーこう、近隣住民の電力の提供といったようなことの事例も出てきているところでございます。 こういった形で、えー、こう災害時における、えー、こう再エネ電源のこう有効性、特に自立運転ということの重要性ということが、えー、こう出てきているということのスライドでございます。 めくっていただきます次,次が9ページ目でございますが同じく千葉県の例ケースで船橋市のバイオマス発電がこちらがその自立運転の機能を有していたということで停電の際にもその電源を生かしてごみ処理を継続し熱電併給ということで温浴施設の通常運転もできたという事例でございます。今度10ページ目がが同じく千葉でにおける例でございますが この睦沢ウェルネススマートタウンさんのケースでございましてこの一番左下のところに事業の概要がございますが天然ガスコジュネと再エネを組み合わせて地域の住民、それから道の駅に供給するというような仕組みでございまして 真ん中のところの四角学校園にございますが、9月9日の日に町内自電機が停電した際にも直ちにまあ個人を立ち上げて住宅と道の駅に供給したというようなことで、こう分散型エネルギーがレジデンスをこう発揮したという事例の紹介でございます。で次のページがこうしたまあ分散型エネルギーの促進ということで今回のバブル見直しとまあ 木、えー、をいつにするものですがその外側でこのプラットフォームの設置ということをあの、えー、やろうと思っておりましてこちら、ちょっとあの施策の宣伝的になりますが11月1日に新たなプラットフォームを立ち上げるということでやはり分散型エネルギーあの関係のプレイヤーが非常に多いということで、えー、関係のプレイヤーが競争していくそれから課題をこう共有するということで、えー、こう 立ち上げようとしているところでございまして、あの本日の22時までがあの申し込みというふうになってございますので、ぜひあのこう、えー、申し込みいただければというふうに思っております。続きまして、えー、先ほど申し上げましたアウトプットの考え方の自家消費型、地域消費型と、2つのこう形に分けた場合の、自家消費型の具体的な定義というところでございます。 13ページのところでございますが、自家消費型の定義の案ということでございますが、最初の総論のところの2つ目のポツ、具体的にはというところですが、まず自家消費の確認ができることというのが1点目、それから2点目に災害時に当該電気が活用できることというようなことで、全体としてレジリエンスに資するものを要件としていくべきではないかということでございます。1点目の自家消費の確認というのは真ん中のところの塊でございますが、えー 自家消費の確認については、住宅用太陽光の現状と同様に、自家消費を行った後の電気を売電する設備構造を有しているかどうかといったことを確認するということにしてはどうかということでございますが、2つ目のポツにありますとうように、その際、ある種、制度逃れと申しますか、ごくわずかな自家消費を行うような設備が設置されて、実質的に全量売電となってしまうようなものは防ぐ必要があると。 いうこ,とでこういったものを防ぐための仕組みということでの適切なこう設計で、例えば発電設備の規模キロワットに応じたまあ需要あの、えー、こう受電契約をしているかといったようなことの確認といったことが必要なんではないかというような点でございます。これがが点目のの自家消費の確認ができるかどうか。どう それから2点目に災害時における活用ということで、えー、こう自家消費型のものにつきましては設備構造として自立運転モードを有しているかあの電気を供給できる構造になっているかといったことを確認してはどうかというようなことで定義づけの案を提示させていただいております14ページ目が現在の自家消費の状況ということで現状の固定価格買取制度における定期報告のデータで見まして左側の表が 70から一番ただ、これが余剰売電比率ということでございまして、まあ、この数字が小さいほど時価、まあえー、消費をしているというような、えー、こうデータでございます、えー、見ていただきますとこの赤枠の囲いのところで10から50キロワットの規模で時価消費をしている案件、それから50から500キロワットで、これはあの細かく見てくると50から100ぐらいが大半でございますがあの小さい規模のものでおくと現状の制度の中でも時価消費をしているということが、えー、こう見て ておりますそれから続きまして、15ページ目で、先ほど途中で申し上げました、事業用太陽光で、こう。 自立運転をしていくといった場合にどの程度追加費用が必要になるかということでございますがまずパワコンにつきましてはこの50キロワット未満のパワコンと同じようなものを基本的には使用可能ということでそのほかコンセント等の設置なんかも含めて全体として約14万程度とのヒアリングの結果として出ているところでございます。 移りまして今度はあの2つ目の形地域消費型の方うの方定義の話に移りたいと思います。めくっていただきまして、ね、17ページ目でございまして、えー、地域消費型の定義というところでございますが、えー、地域消費型については、えー、先ほども申し上げましたとおり災害時に地域住民に利用されることを前提とした上で、えー、通常時、平時においても地域の需要化に対し熱電、平給等も活用しながらエネルギーの融通されること。 いいうことでございますが具体的にこの地域消費の方については電気を地域にこう供給していく消費していくという形と、まあ、熱を地域消費していくというような累計に分かれるのではないかということでそれぞれについて災害時にどのようにその当該発電設備からのこう電気や熱がこう活用されるのかという点それから平時において地域消費の確認がどうできるかといったことをこ見ていく必要があるのではないかと。 いいうことでございます18ページ目でございますが具体的な定義ということでまず1つ目の電気を地域消費をする類型ということでございます。 まず災害時につきましては冒頭の中でも申し上げましたが地域消費の形のものは当該発電設備だけでこう災害時の活用というのはなかなか難しいところがあるかというふうに考えておりますそのため地方自治体さんとの関,係連携関与連携といったことが重要であると。 ということで2行目のこの,太,線の部分です太地の部分ですが災害時に発電設備で発電された電気を活用することについて市町村の防災計画等で位置づけられている市町村さんの関与があることを確認するというようなことで災害時における活用を担保してはどうかというふうにしております。 なおかき2つ目のポストのところでございますが、将来的には、えー、こうマイクログリッドの活用といったようなことが有効な、えー、こう非常時の手段として考えられています、でそのため、今の時点では、えー、こうまだまだあのこう導入、これからというところもございますが、今後、こうした類型の案件についても、具体的な契約関係等が明確になった時点で、こう災害時の要件として考えてはどうかというふうに考えております。 続いてこう地域消費の時の平時の地域消費をどう確認するかという2つ目の塊のところでございますが地域消費については今申し上げましたようなこうマイクログリッドのような仕組みができていく。 とまあ、それは1つの形ということでこう理想的だということではございますが現時点でまあそこまでの要件をこうしていくということはあのまだまだ難しいというような状況かと認識しておりますこうした中で現時点での地域消費ということの確認については、まあ、地域においてこう電気の融通が見込まれるものということで例えば市町村が出資さんが出資する小売電気事業者への売電を通じた地域への電力供給をしていること。 といったようなことが一つの要件として考えられるのではないかと思っていま一方でこうしたいわゆるその市町村が出資するような地域新電力さんが存在しない地域もあると思いますのでそういった点も含めて今後、事務局としても詳細な制度設計については詰めていく必要があるのではないかと考えております。 19ページのところが、まあ、地域マイクログリッドの構築ということであの、えー、こうイメージ図の紹介でございます、また20ページ目のところで、えー、具体的な事例ということであの、えー、宮城県大平村のこう F グリッドの例,例ということで、えー、載せさせていただいております。 それから21ページに地域新電力、地方自治体さんからの出資を受けている小売電気事業者さんということで43社さん、こういう形での地域での小売り会社さんの取り組みがあるということの紹介でございます。続いて今度、22ページ目から地域消費型の今度、熱を地域消費で消費する累計といった塊でございます。 こちらにつきましては同じく災害時における活用それから平時も含めた熱電給の確認ということの2つを求めていくというふうな同じ整理にさせております。 されておりますで災害時における活用についてはこれも同じく、えー、地方自治体さんの関与連携が重要であるということで、えー、こう災害時に、えー、当該設備でこう参集された熱を活用することについて市町村さんの防災計画等で位置づけられていると,といったような、えー、こう自治体の関与を確認することとしてはどうかというのが、えー、災害時における課、えー 要件それから平時においてはこう熱電平給の確認ということでこうこちらについてはこうあの具体的な熱利用のための設備というものがございますので熱電平給が可能な設備を有してそれを地域に熱を融通するような計画をちゃんと有しているかというようなことを確認にしてはどうかというようなことでございます。 以上までが、まずアウトプットの部分についての大きな考え方、その中で自家消費型、地域消費型と分けながら、レジエンスに資するものを要件化していくということを説明させていただきました。続きまして、一ツのカッコ4で、インプット側の考え方ということで、24ページでございます。 インプットのところでございますがまず1つ目のポツでございますがやはりインプットのことが論点になるのはバイオマスということでバイオマスについては長距離の輸送が可能でこう地域集材ということが論点になるということでございますでいろいろとこう見ていきますと2つ目のポツですがこう一般木材を中心に発電所立地都道府県 やその隣,、えー、隣接都道府県の範囲外といった遠方から燃料を調達しているものが、まあ、多く現実には見られるということそれから3つ目のポツにありますとおり、えー、輸送距離を短縮しそのコストを削減していくというのは、えー、全体の価格低減という観点からも重要であるということでございますで一方で4つ目のポツですが、えー、具体的な要件設定にあたっては、えー、こう内外無差別の原則とのを含む国際的な通商取引 投資ルールとの整合性ということを重視する必要があるということでございます。で、そういった点を総合的に考えた場合に、フィット制度において、発電所立地地点からの一定距離の範囲内での算出ということをこう限定していくというのも、一つの考え方ということで、事務局でも検討いたしましたが、仮にその措置がこう輸入であるか国産であるかということに送置した場合であっても、 当然、その防疫制限的な意図が全くなかったとしても、まあ、手法によっては、こうしたこう内外無差別のルールに抵触する可能性も生じうるということで、この点についてはま引き続き慎重な検討をしていく必要があるんではないかというふうに、現時点での整理というふうにさせていただいているところでございます。 で25ページにあのこのこうインプットの部分についてこう事務局で分析した分析をこう少し紹介させていただければと思いますが25ページで発電所立地都道府県内からの燃料調達ということでございます。こちら、とグラフが分かりにくくて恐縮でございますが左下のところで X 軸、あの横軸の方が発電設備の出力それから縦軸が発電所立地都道府県から調達した燃料総動部の出力と。 いいう形でで、えー、てございます、えー、でこの黒い点点点で囲い出るところがまあ、規模の小さいところでございましてこの部分がちょっと潰れてございますので右側のところに黒い点々点で拡大させていただいておりますこの部分のこの右側の黒い点々点のところの中をご説明させていただければと思いますが今申し上げました通り、えー、っと右の、えー、X 軸の方が、えー 発電設備の出力、で Y 軸の方が収材したものが、どえーっとまあ、同じ県から収在したものの割合ということでございまして、斜めにこの黒い点々点がございますが、この点々上に乗っているものというのは、この燃料がすべて同じ県から来ているもの、そこから離れているものについては、その差分のところが、まさにその 他の都道府県なり海外から来たものとといいいうふうふになっているということでございますでこちらを見ていきますとやはり5000キロワット以上の大きな規模のものになってくるとなかなかすべてのこう燃料を県内から調達することは難しくこのどこか外から持ってきているということでこの黒い点々との乖りが広がっているということがこう見て取れるかというふうふに思います。 それから続きまして26ページが今度発電コストと燃料費の関係ということでバイオマスの発電のコスト左側が発電コストにおける構成ということで燃料費が全体の7割を占めているということそれから円グラフの右側のところ真ん中の円グラフのところにありますとおり燃料費のうちの約半分が運搬コストを占めていると。 といいうことでございまして、えー、全体のコストに占める運搬コストの割合は、まあ、70%×50%、まあ、70で全体35%でということでこの部分の低減というのは、えー、コスト低減においても重要なものということの参考データでございます。 でえー、今のところまでで、えー、アウトプット、インプットそれぞれの場合のこう要件といったことそれから全体の考え方を、えー、説明させていただきましたで続きまして2ポツのところでこの各電源への当てはめといったことについてこうご説明させていただければと思います、えー、各電源累計、えー、への適用の考え方ということで28ページ目でございますが 適用の考え方に当たりまして、大きく2つの観点をこう、えー、こう考えていく必要があるのかなと思ってます。まず1点目が、この1個目の大きな塊のところですが、えー、こう立地制約の有無ということで、えー、と1つ目のビュレットにあります、立地制約が比較的小さく、あの需要地近接での設置が容易である場所を選ばないというようなものということで、比較的、えーえー、こう、設置が容易であるものということで、例として太陽光発電。 でで相対的に立地制約が大きく、まあ、需要値から離れた地点で設置せざるを得ない場合があるということで、地熱発電、小水力、バイオマスといったことの分類、それから2つ目に導入量、発電コストの状況ということで、導入が一定程度進展していると。 発電コストの低減をしているということの太陽光発電、それからその他の地熱発電、小水力、バイオマスといったものの導入スピードが緩やかであり、発電コストの低減も進んでいないといったような、それぞれ各電源の状況があるというようなことも踏まえまして、それぞれの電源の特性、状況も踏まえて、太陽光と地熱、小水力、バイオマスというふうに2つの類型に分けて検討してはどうかと。 いいうことでございます29ページは今申し上げましたがコストの低下とや導入量の参考でございます。飛ばさせていただきまして今度30ページ目でございます。今申し上げました2つの分類、太陽光とそれ以外といったところのまず太陽光、小規模事業用太陽光の方向性 というふうふに整理をしております小規模太陽光につきましては、申し上げましたとおり、立地制約が小さく、需要地近接の設置が容易であるということとということで、冒頭申し上げましたとおり、地域消費よりもより自家消費のこうが、レジリエンスの効果が高くということも踏まえまして、可能な限り自家消費型での活用を広げていくことが重要ではないかというふうに考えていると。 いうことでございます、えー。ということで、この2つ目のポツにありますように、この特徴を最大限生かすということで、えー、自家消費型の地域活用要件を設定しつつ、コ、えー、フィット制度の基本的枠組みを維持することとしてはどうかというのが、えー、案でございます。で具体的な適用でございますが、えー、太陽光のまあ、リードタイムの短さ、えー、等も考えまし で2020年度、来年度から低圧10から50キロワットについては蒸気2つ目のポツにあるような要件設定を行うということを前提に調達価格と算定委員会に対して詳細な検討を要,求要請することとしてはどうかということでございます。で具体的なその低圧の特徴といたしましてまず1つ目に先ほど申し上げましたとおり現状の実態で見ると規模の小さいところでは自家消費が行っている案件が存在していると。 いうことそれから系統運用における低圧と高圧の域値が 50kW になっているという中で、下位の系統に接続される 50kW 未満の案件については、系統運用において優遇されるような仕組みというふうな地域活用的なものにすでになっているということ、それから一部でございますが、同一の事業地で意図的に、 小規模設備に分化するケースというものが依然、見られ続けているといったようなことも踏まえて、こう指定はどうかということでございます。一方で4つ目のポスですが、高圧50キロワット以上の取り扱いにつきましては、まずその入札対象が現状500キロワット以上でございますが、来年度以降の入札対象範囲というのは現状、議論中であるということ。 それから第2回の際にも議論いただきましたあの競争電源における新しい制度の在り方ということについてこう、えー、こう議論されているわけでございますがこの大規模太陽光発電その対象規模については今後詳細な制度設計を経ながら決定されていくというような ことを踏まえまして、50キロワット以上の高圧の発電所については、高圧の発電所としての地域での活用実態や、ニーズ等も見極めながら、今後、その取り扱いについては検討を行うこととしてはどうかというふうにしております。それから最後のポツで、エネルギー分野以外の行政分野との連携案件ということで、例えば耕作放棄地の農地転用による、営農型の太陽光発電みたいなものにつきましては、その他の行政分野に における厳格な要件確認や支援等も踏まえまして、どのような取り扱いをしていくことが適切かということをこう議論してはどうかというふうにしております。31ページは先ほどご紹介させていただきましたので、割愛させていただきます。 32ページもあの第1回のときにご説明させていただきましたが、低圧の分割案件について、これまで類似の取り組みをしつつ、現状でもこう敷地を分割した分譲案件というのがまあ続いているといったような状況のスライドでございます。 続きまして、今度33ページのところで、電源ごとに当てはめで、太陽光とそれ以外、地熱、水力、バイオマスというふうに整理したときのこの2点目のところ、地熱、小水力、バイオマス発電の方向性でございます。これらの電源につきましては、1つ目のポツにありましたとおり、フィット制度開始以降も導入拡大が必ずしも進んでおらず、発電コストが高止まりしている状況であると。 といいうことでございますで。一方で2つ目のポツにありますとおり、えー、フィット制度そのものは将来的に、えー、こう再エネコストが多電源と比べた遜色ない水準まで低,低減し、えー、自律的に導入を進むことを目指した次元措置であると。 いったようなことも踏まえますと3つ目のポツにありますとおり、えー、地域に付存するエネルギー資源を活用できるという、まあ、こうした電源の特徴を生かしながらその便益をこう内在化させながら自立化を目指すといったような方向性が重要なんではないかと。 いうことでございますであのこういった方向性の中でえ4つ目のポスにありますとおり一方でまあ立地制約も大きいということでございますのでこう地域活用要件をま自家消費型に限るとなかなか導入拡大が限定的とならざるを得ないといったような点があるかと思いますそのためこちら地熱水力バイオマスにつきましては自家消費型に加え地域消費型の案件を対象として 地域活用要件を設定して、フィットの制度の,にの枠組みを維持するといったようなことにしてはどうかということでございます。でそれぞれの導入時期につきましては、まあ、各電源のリードタイムを踏まえながら、今後、調達価格算定委員会において、まあ、検討していくというようなこととしてはどうかというふうに整理をさせていただいております。 で次34ページはあの、えー、こちらも以前、大量小委員会で使っている資料でございますが、えー、各電源ごとの、えー、資本費それから運転維持費をプロットしたものでございますそれから35ページは、えー、地域への便益をもたらす事例ということで、えー、とこちらはあの第1回の主力化小委員会の時に出させていただいたスライドをまとめたものでございますが、えー 地熱、それからバイオマス等の事例において地域に便益をもたらす事例、自家消費されている例ということで議論の参考として載せさせていただいております。一番最後に37ページで ここまでの説明のまとめということでございますが、一番上の四角囲いでございますが、地域活用電源については、電源の立地制約等に応じて、自家消費や地域消費を通じて、レジリエンスの強化に資するように、地域活用要件を設定するということでございます。で具体的には、小規模太陽光につきましては、低圧50キロワット未満として継続、系統接続されるものについては、余剰売電を行う。まあ 設備構造を有しているかそれから災害時に利用可能かという,こう自家消費型にしていくということで2020年度からの設定を前提に算定委員会にこう検討を要請してはどうかそれから高圧以上のものについては引き続き地域でのニーズも見極めながら今後検討していってはどうかということでございますそれから、小水力、小規模地熱、バイオマスにつきましては電気の消費型ということにつきましては災害時の活用についてこう市町村の関与 それから、えー、自家消費型もしくは地域型いずれかどちらかの形で電気の融通を、えー、平時からしていることそれから熱の消費型という形で整理いたしましたが、えー、熱の利用の、えー、こうされている場合においても同じく災害時の熱の活用について市町村ともよく連携がされているかどうかその中で平時においても、えー、地域ににへの熱年併給というか熱の供給ということをしているかどうか。 いったような形で、えー、各電源ごとに、えー、検討を、えー、進めていってはどうかという形で、えー、整理をさせていただいているところでございます。以上長くなりましたがあの事務局からの説明は以上となります。はいあどうも説明ありがとうございました。あの冒頭に話がありましたので今日ご欠席の岩船委員から資料が出てるといるってこ資料にですねでございますので事務局から概要の説明をお願いいたします。はい、続きましてえっと資料に でえー、岩船委員からこう提出いただいている資料について、えー、事務局の方から、えー、代わりに説明をさせていただきます。まず、えー、一発のところで自家消費型電源というところでございます、えー、13ページの自家消費型の、えー、について自家消費の確認を多数の電源に対して行うことが本当に可能なのかということで、えー、飛びまして、えー、45行目のところの河川のところですが。えーあ えっと、その前に、えっと、2、3行目申し上げますが発電容量に応じた自家消費需要の想定は戸、えーまあ、建ての場合はある程度可能であるがそれ以外だとなかなか難しいのではないかということでこれを容易にするためはということで 5, 5行目のところですがあらかじめ容量当たりの発電量と煮込み自家消費量を想定しフィット対象を買い取り量に上限をつけておけばよいのではないかといったようなことのご提案をいただいております。 それから2つ目に地域消費型電源について前提としてこの対象が小規模地熱、水力ローカル系バイオマスであるということの前提でということで熱についてはローカルに利用されるもので問題ないのではなく、ただしおまけ程度の熱利用でないかの否かのチェックが必要であるということでそれから3段落目ですが電気のみについては電気には色,には色がないのでこちらについて えー、無駄なな設備状況にががらいいかという点が懸念され P18 ページにありますとおり災害時における活用を条件とすると、えー、飛びまして下線のところですが災害時に活用するために、えー、高い自衛線の敷設やあるいは電池などの設置が必要となり、えー、こうこコストが上がっていってしまうんではないかということで、えー、レジデンスについては防災拠点における自家消費型の電源プラス蓄電池が、えー、あればよ,よく この条件を加えることはあ,のあまり意味がないのではないかというご指摘でございます。それから一方でこれを地域活用電源として位置づけていく際にはこの地域の広弾の地域消費の確認ということで地域の小売事業者への売電とするということを条件とすれば良いのではないかということで。 最後のところですが少なくとも無駄な設備増強を必要としないのでこちらの要件で地域消費型と定義することには問題がないと思われるそれから散歩する全体としてとございますが河川引いてございませんが1行目のところで資料のトーンがレジリエンスを意識しすぎてそこに対する強,強すぎるメッセージを発しているように思われるということで3プラス S の1つの要素 でであるので経済政党、他の項目とのバランスを考えて、どこまで引き上げるべきかを議論すべきだというご意見を頂戴しておりますはい、えー、どうもありがとうございました、えー。資料は以上でございまして、ここからあの質疑応答自由討議の時間となりますあの。いつもやっておりますけれども、ご発言、ご希望の方、年プレートをた立てて、意思表示をお願いします。まままたあのこれれもも毎回申しし上げててすすけれどもインターネット配信しておりますので 視聴者の方聞きやすいように、まあマイクを近づけてご発言いただきたいと思います。えどうぞどこからでも結構でございますので、ご発言ご希望の方よろしくお願いいたします。いつもあいつもの長山さあ,ありがとうございます。よろしく。あの。 あ,ありがとうございます。三十三ページのですね。三つ、四つ目のポジティフィット制度の基本的枠組みを維持っていうことに。ちょっとあの疑問がありまして、それ、あの二点。えー の観点からですね。1点目はフィットのそも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 論なんですけども、フィットあの国民全体で負担をして、まあ,あの再エネコストを下げていくとえー、その代わりまあ,あの事業化にですね。全ての事業化にあの環境価値がま貴、あ、族するということだと思うんですが、その考え方とですね。今回の地産地消の自給一体型の支援するというのが、こう合うのは青のが合わないのかというのがちょっと疑問です。まあ,あの新進北本とですね。3次調整力丸2まではあのフィットでっていうのはまあわ、まあ、からないこともないんですけども。今回の地域電源。 である特定地域をどうやって支援するのかフィード支援するのかというのがまあ疑問です。で丸にはですね、えー、丸にをというかあの2点目は地域、えー、電源のまあ育成の在り方なんですけども、まあ、本来目指すべきはですね人口密集地でなくてもなかなか採算が取れないけどもなんとかまあ地域でですね頑張ってまあ新電力や再燃発電所をつくってですね地元の人々が出資して まあ地元の金融機関がまあ融資してです、ね、そこにできたまあ顔の見える再エネ電気をまあみんなで応援するというです、ねえー、ことがまあ基本なんじゃないかと思うんですね。その場合です、ね、えー、環境価値というのはその応援したい地方の人が一番評価してです、ね、えー、そこで非化石証書を買ってきて、高いお金を払ってまあ応援するということから、まあ、非フィットのほうがです、ねえー、むしろあるんではないかなというふうに思います。 でえーまあ、フィットは、まあ、あの価格シグナルが働かないので,です、ねあのまあ、市場の動きを見ながら発電するとかいうです、ね、そういうい、まあ、前回まで話してきた、えー、発電者の努力を無、まあ、にするような制度でもありますしあのーまあ、他のやり方でも,もう支援できるのではないか。例えばスコットランドは 新築住宅の70%が、屋根付き PV を、まあ、付設してるんですけれども、これは、あのスコ、スコットランド政府が独自の無金利ローンをまあ提供しているとかですね、えー、まあ、いうことがありますので、そういったあの別の形で支援する方法があるのではないかと、あと、自家消費も増やしたい場合はですね、あのー、今の高度化法をまあ改正してですね、自家消費のかかか環境価値を認めるですとか、あと、J クレジットも最近、ソツフィット電源の認証を拡大したということがありますので、そういった、 あとはあ支援はまあの生産者だけではなくて需要面にもですねするべきかと思ってましていわゆるこの 地元の需要家の、まあ、ウィリングネス・トゥ・ペイというか地元の電力を応援したいのでそれに高くお金を払いたいというのがフィットではです、ね、反映されないのでむしろ非フィット今これからやろうとしている再エネして非フィットの,方のですの、ね、相対でを充実させた方がですが、ね、むしろいいんではないかなというふうに思います。であとすみません5ページの方でです、ね、つなげの5で地域電源の、えー インプット、アウトプットというのがあったと思うんですけども、あのこれインプットにはです、ね、地元の,あの、まあ、資源だけじゃなくて、お金もです、ね、あの紐づけておく必要があってです、ね、地域の金融機関があの地元に応援するときにはです、ねえー、利子要求するとかです、ね、あと地元の人が、あの まあクラウドファンディング等々で支援すあの、投資するときに応援するとかです、ね、そういった地元のお金というのもまあ入れていただけたらという,う思います、まあ、もちろんふるさと納税のようにです、ね、あの全国版で競争をさせてい、ね、くというのもあると思いますが、それもまあ一つの話かなというふうに思います。 あとですね、トヨタの F グリッドの話がどこかにあったと思うんですけども、20スライド目なんですが、これはあの私も F グリッド実際に見に,見に行きましたので、非常に素晴らしい仕組みで、ですね、あのセムも入れて、ですね、あの需要側にはダイナミックプライシング等々も活用して、ですね、需要 平準化に向けた使用を促している,るんですけれども、ここはあの再エネというよりも、ガスエンジンが7.8メガで、太陽光ってあの650キロワットしかなくて、ですねでこれを再エネで、えー、制度で支援するのかどうかというのは、ちょっとどうなのかなと思います。あと、あとこれもあの常時バックアップでですね完全にあのあの支援されてまして、ですねこの常時バックアップの仕組みがどうなのかというのも、まあ、今後あるのではないかなというふうに思います。あと,とりあえず以上で、はい はい、えー、どうもありがとうございました。えっ、ー、と見渡しますと次立ってるのは小水力協議会中島さんです。お願いします。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と三点ほどございます。で。 えっとまず1点目は確認というかちょっとあの議論の、えっと、枠組みについての確認なんですけれどもこの、えっと、競争電源と地域活用電源という2つに分けるという議論をあの、まあ、私はあのこれまでも参加していてその現在、f i t 法で支援の対象になっている電源をこの2つに分けてどちらかに帰属するという意味で理解していたんですがちょっと内部で議論したその、えっときに競争電源にも該当せず地域活用電源にも 該当しないものは支援から外れるんじゃないかという声があったので、すみません、ちょっと、えっと、あのどちらの理解が正しいのかについて、えっと、確認をあのお願いできればと思いますで。それから2つ目なんですけれども、えっと、2つ目はあの第1回の委員会でも、えっと、意見申し上げたと思うんですが、まあ、あのもう一度だけ、えっと、申し上げさせていただきたいんですが、あのえっと、今、今回の議論では、この地域 活用電源、まあ、消小電力の地域供給についてえ、物理的に電気を地域に供給しているものに、えー、限定する方向で、まあ、まとまってきているんですけれども。 あのフィットの第一条にもある地域振興ということにかかっている立場から言わせていただくとやはり、えっと、外に電気を売ってその収益を地域に生かすという形のモデルも、えっと、非常に意味のあるものでございますのでもう一度です、ね、そういう枠を作る可能性がないのかどうか、えー、つまり、えー、地域振興を目的とするんだけれどもそのバイデン収益を地域に充てる。 ために外に売るということも、あのこの地域が活用型に含めていただくことはできないものかどうか、ご検討いただけたら、ありがたいかと存じます。それから3点目なんですけれども、あの事業主体に関する話でして、まあ、あのここであのえっと自治体趣旨という部分についてですから、まあ、えっと議論のページでいうと、主に十八ページ、スライドの18番、地域消費型、電気を地域消費する累計の定義というところで、えー、基本的にはこの、 地域商品の確認について、市町村が出資する小売電気事業者ということで、ここに市町村出資ということが書いてあるんですけれども、これももう少し柔軟に地域の実情とか、それから事業の対象するエリアの広さ、狭さに応じた、もう少し柔軟な設定ができるようにご検討いただけたらありがたいと思います。 例えば一例ですけれどもあの同じ地方自治法の中に、えー、260条の2というところで、えー、認可遅延団体というのが定義されておりますでこの認可遅延団体という制度についてはですねあの えっと、長野県飯田市で、えー、再生可能エネルギー条例、えー、別名地域,住地域環境圏条例とも呼ばれている条例ですがこれを作った時に、えー、私もあのかなりあの市,町村の市の担当の方とかなり深い議論をいたしましてその議論の中で、えー、市が出資するよりも、まあ、特にあの、えー、平成の合併で入ってきた、えー、山間地域のエリアを想定していたものですから、えー、地域の実勢とかあるいは地域還元のことを考える とむしろ重要なのはそのコミュニティの主導権でありそれを担保する制度として今言った地方自治法に定義されている認可支援団体を使おうということで飯田,の事例あの条例飯田市の条例の中ではあその認可支援団体を主体とするものということがはっきり対象として書かれている、まあ、そういう経緯もありまして、まあ、そういった柔軟なことができない縛りがきつすぎるとあのいろんなアイデアが出たときに不都合が出てくると思います。あとまあ推力と力直接関係なないのののででで恐縮なんですけれどもあの今日の議論の中で えっと、バイオマスのところでスライドの24で、まあ、あの内外無差別原則ということが書かれておりますけれども例えばこういう課題については、えっと、共同組合のスキームを使うことが一つ考えられると思いますあの農協とか政、えー、協とかあるいは、えー、中小企業事業共同組合といった共同組合のスキームを使うと組合員間同士の取引ということができますのでそうなると別に内外という問題ではなくて、えー、だ要するに燃料を出す側も電気を使う側もあの組合の中だという説明ができると思う ので,ですからそういう共同組合といったその事業主体も考えられますので、えで話をあの戻すと、要するにそういう、えっと、地域でのさまざまな事業主体についてのお今後です、ね、新しいアイデアが出てくる可能性を潰さないように、え広めに考えていただけたらというふうに考えておりままます。す。す。以上でごござざいます、はい、い、え、は、ー、ありがとうございます、まあ、あの後半おっしゃった地域消費のところはです、ね、今後、検討を深めていくというのが今日の提案。 から2番目のなんていうか地域振興って言いうんですかねそういうものっていうのは確かにあるんですけど、まあ、この今までの整理だと他の行政政策と連役割分担連携しながらやっていくっていうことで。 何でもフィット制度でやれるかというとそれはまたちょっといろいろとあの的確なこう対応ができないところもあろうかと思って、まあ、そこは事務局の資料でも認識されていると思います一番最初に言われたその競争電源でも地域活用電源でもないのは落ちるのかというのは,これはいかかがですかあのそういう意味ではあの8月の大量商品会の時にも整理させていただいているとおりあのフィットの対象の電源としてはそういう意味ではこう2つに分けて。 整理していくということでございますが、当然その中の電源についてどういう要件でどういう形で支援していくのかというのは今後の議論だと思いますので、あの電源としては何らかの形でこう分かれていくと思いますが、それが具体的にどういうものがどういう形になっていくのは今後まさにここでご議論していただくのかなというふうに理解しています。まどちらにも入らなくなるってそれが落ちるっていうことではないということだと思います。えー、っと今日はあんまり立たないですね。はい。 じゃあ松村委員お願いいたします。それからその次尾根議員といきましょう。松村委員。はい。まず最初にですね、そもそもというかあの二つに分けるということなんですけど、<laughs> 地域活用電源っていうのはあのフィットで支えるで、えっと競争電源の方はフィップに移行していくっこれってもう決まったことですかっていうのはですねえっと確認したいその。 えっと今回でも時価消費というのを1つのキーワードとして出てきているわけですよね。でも時価消費というのが出てこればですね市場価格連動っていうことが重要な意味をなす可能性っていうのはそうでない時よりも高まるような気がするのです。 例えばですね冷房需要や暖房需要があるときには自家消費をして系統にはほとんど出さないのだけれど春とか秋とかもう発電しただけ全部外に出しますっていうのは本当にウェルカムでしょうかということを考える必要があるのですがフィットだとそういう強烈なインセンティブを与えちゃうわけですよね。でそれが問題だっていうのはその地域活用電源だってその競争電源だって同じじゃないか。 でそういう意味ではですね市場価格連動にするっていうこと自体は地域活用電源だって選択肢としては考えるべきなのではないかというふうに思いますで一方でですね2つに分けたっていうのは違う扱いをする いうことで2つに分けているので全く同じにしろってそういう意味ではなくてですね、まあ、いろんな要素があるわけですがその市場価格連動、あるいは買い取り保証、インバランス、あるいは入札に参加しないで、まあ、ある種、価格が決まるプレミアムが決まるとかそういういろんな要素があるんですけどその中でですね市場価格連動にしないで固定価格にするっていうことがそんなに本質的なことなのかでそれを推進して本当になんていうのか自家消費 いうのを主力にしたものが、まあ、ある種望ましい格好で自家消費っていうのを誘導できるのかということは考える余地はあるかと思います。次に、えっと、自家消費っていうのを、そのあの重要なものとして位置づけるっていうことをしたときに、岩船委員もそれをちゃんとその調べられるのかっていうようなことで、したがって上限をもあ,あの設けるとかって、そういう発想も十分あり得ると思います。 でえっと、もう一つはです、ね、地域活用電源 といえども優遇しすぎた結果として自家消費するよりも外に出した方がものすごく有利だってうそういうことになると、えっと、自然にその自家消費っていうのはルールが認められる限りで最小にしようとかっていうインセンティブが働いてしまうそうではなくて自家消費するっていうのは自然に有利になる制度設計っていうのをすればモニタリングだとかっていうのに膨大な労力を投入するとか抜け道を探すっていうのに膨大な資源が投入されるとかってそういうことを防ぐことができるので。 そういうい自家消費をすることが有利になるという制度設計もこの,えっとあの地域活用電源といえども重要になってくると思います。から次に先ほどあのもう意見あったんですがそ,のそれでえっと山地委員長がもう的確に答えられたので私が追加して言うことではないような気もするんですが地域が主体となり地域のお金で投資し地域に利益を還元する地域おこし。 っていうのが重要でないなどという人は誰もいないと思うのですがこれであれればこれだけの目的であれば別にその工場を建てるとかですね地域の資源を出して何か商品を出荷するとかそういうのでも本質的に同じになるはずなんですよね。これエネルギー政策っていう枠組みでやるべきことなのかどうかいうことを考えた結果として今回の事務局案というのが出てきているので。 となんていうのか地域振興っていうのが重要でないなどと誰も思っていないけれどこの制度の枠組みでやるべきかどうかということは別の問題だというふうに思います。次ちょうどバイオののとところでえー、っとあの 距離というのが一定以上になるところに関しては外すとかっていうようなことは選択肢としてはありえるけれどなんていうのか WTO だとかっていうそういうレベルで問題になり得るっていう認識を言っていただいたかと思います。それはまあ確かにありえるので、えっと、十分いろんなことを考えてやらなければいけないとは思うんですがしかしです、ね、いろんなやりようがあるような気がします。例えば輸送距離っていうのが一定以下 のものを除外して一定以上になるものはその温暖化ガスっていうか温室効果ガスっていうのの排出量がですね本当に十分少ないのかと輸送にも当然その排出って出ちゃうわけですからそのパフォーマンスが十分に良くて支えるのに値するようなものっていうのの証明を求めるというようなことをすればですね、えっと かなりの程度目的が達成できるのではないかでそういうようなやり方で,で、まあ、逆に言えば距離が短かったとしても、えっと、もし何らかの累計で実は温室効果ガスというのはすごく出しそうというようなものがあれば、まあ、それは追加的に証明を求めるなんていうことを柔軟に対応すべきだと思いますがそちらで、えー、と縛るということによってその目的を達するということも可能だと思いますので。 こういうことに注目しながら制度を設計するという選択肢もぜひ考えていただきたい。